それでは他大学の合格実績について説明をさせていただきます。こちらはカテゴリー別に3年分の合格実績を掲載しております。実際の他大学受験者数は卒業生の数から明治学院大学への内部進学者の数を引いていただくのが目安になるかと思います。例えば直近の2020年入試で申し上げますなら、卒業生258名から明治学院大学へ内部進学をいたしました107名を引いた153名というふうになるかと思います。こちらの掲載カテゴリーといたしましては、国公立大学、そして左から2番目早稲田、慶応、上智、東京理科、ICU の最難関大学、続いて GMARCH と呼ばれております学習院、明治、青山学院、立教、中央、法政、そして一番右にありますのが明治学院大学への内部進学が上段、下段は明治学院と同等と呼ばれております成蹊、成城、独協、国学院、武蔵大というカテゴリーとなっております。昨年2020年入試におきましては最難関大への合格実績が増加をいたしました。次に、先ほどのカテゴリーには入っておりませんが、いくつか大学の合格についてご案内をさせていただきたいと思います。まず2019年度合格実績でございます。この年は医学部への合格が3つ出ました。また女子大や理系大学、そして本校では美術系の大学に進学する生徒も多くおりますので、そういった大学の合格実績を挙げさせていただいております。2019年には海外の大学でオーストラリアの名門校でありますメルボルン大学に進学した生徒も出ました。そしてこちらが2020年の実績となります。女子大、理系大学、美術系の大学となっております。なお、その他より詳しい合格実績に関しましては学校案内をご参照いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは次に、どのようにコース選択について考えていくのかということについてご説明をさせていただきます。まずは分離選択、自分が文系に進みたいのか理系に進みたいのかということについて考えていただきます。理系の学部学科に進学をしたいという生徒さんは、明治学院大学には理系の学部学科がございませんので、理系受験コースを選んでいただくということになります。またもし文系に進学をしたいという生徒の皆さんで、明治学院大学に学びたい学部学科があり、何よりも明治学院大学に進学がしたい、そして推薦条件を満たすことができている皆さんは、推薦進学コースを選んでいただくことになります。また文系で自分がチャレンジしたい、ここに行きたいんだという大学がある場合には、その大学を受けることができるように文系受験コースを選んでいただきます。また明治学院大学には自分が学びたい学部や学科がないという生徒の皆さん、そして明治学院大学の推薦条件を満たすことができていない皆さんも、文系受験コースを選んでいただくということになります。その後は各々特色のあるカリキュラムで学んでいただいて、明治学院大学または他大学へ進学をしていただくことができればというふうに思っております。高校1年生の3学期にはこのコース選択を実施し決定をしていただきます。ですので高校入学後は生徒の皆さんに自分の将来のこと、進路のこと、そしてコース選択について考える機会というものを
キャリアデザイン教育の中で多く設けさせていただいております。最後に特別 A 推薦についてご説明をさせていただきます。この特別 A 推薦は明治学院大学系列校特別推薦の権利を有したまま他大学を2つ受験ができるという制度となっています。明治学院大学への推薦権を担保したまま他大学を受けることができる制度でございます。この特別 A 推薦は推薦進学コース、受験コースのどちらからでも希望していただくことができます。特別 A 推薦の詳細といたしましては、まず成績でございます。成績が学年の上位 30% 以内に入っていただくことになります。例えば1学年250名いたしますと上位75番以内に入っていただくということになります。対象となる学部学科は6学部13学科が対象となっておりまして、政治学科、グローバル法学科と国際キャリア学科は除かれております。また定員は各学科原則1名となっております。そして明治学院大学を担保しておいて受験ができる大学は2校あるいは2学科となっております。と申しますのも、同じ大学でも別々の学科、例えばある大学の経済学部と文学部、これを受けていただくと2校というふうにカウントをさせていただきますので、受験できる大学は2校あるいは2学科というふうになっております。他大学を受験していただきまして合格をした場合にはそちらの大学へ進学していただくことができますし、もし残念ながら不合格であった場合は明治学院大学へ入学していただくことができるという制度となっております。こちらのスライドではその特別 A 推薦の例を挙げさせていただいております。例えば英文学科を例にとって説明をさせていただきますと、推薦の定員が仮に13名といたしますと、そのうちの1席が特別 A 推薦枠となっておりまして、この1席に関しましては推薦コース、受験コース、どちらからでも希望を出していただくことができます。なお各学科の定員は年度によって若干変わりますけれども、特別 A 推薦枠については変更がございませんので、ご了承いただきますようにお願いいたします。以上をもちまして進路教育についての説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。